現在は8回を終わって南海山内貴則近鉄村田の投げ合いで0対0です。日本ハムロッテ6回の表ロッテが佐藤の犠牲フライで1点を取りました。1点取って今攻撃が終わりました。6回の表を終わりまして5対4ロッテがまた1点のリードを奪っています。今日は落合が40号ホームランを打っています。中田浩二ワンツーから小川に第4球です。第4球直球打ちまして一塁ライナージャンプしたったセカンドボール送る栗山戻った戻りました。ダブルプレーはできませんでした。